はい、どうもチュークです。本日はですね、メガネサーフ号を使っていきたいと思います。このポケモンめちゃめちゃ強くて、まあ、今ねかなり数を増やしているんですけど、まあ、強い点が3つあると思っていて、1つ目が圧倒的火力、まあ、やっぱメガネなんで、でもう1つが相手のね変化技、固めてが無効、まあ相手のあくびとか、まあ、あとねガッサの奉仕とかその辺を無効にできる。で3つ目がトリックによる爪筋がかなり強力ということでね、この3点のね強さを見れるような試合をね何試合か実況してきたので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーがセグラッシャー、包み海流、ドーチョンジェント。さあどうしますかね。まあ、サーフ号の通りは順当に良さそう。サーフ通す上でめんどくさいのが、相手のセグレイブと、豪乳ラッショってサーフを。銅がめんどくさいからリングとか投げとこうかな。これでいきますか。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、チオンジェン。まあ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 。悪くないんじゃないですか。ここはまあさすがにフェイタルクロー打っていこうかな。鋼テラスチオンジェンなんて存在しないと思うし、フェイタルクロー打ち6だと思ってます。引っ込める。まあ毒菱でもよかったかな。まあ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 。ラッシャ？はいはい、ラッシャー。隠密マントヘイラッシャーとかいるのかな。ここはフェイタルクロー。ははははは。おほほほほ。すいませんね、手癖が悪くて。あ、5つ目。あ、まあでもこれ、眠るラッシャーかもな。一旦、毒菱巻いちゃおうかな。毒菱巻いちゃおうかな。毒菱。まあ、これでね、確実に毒は入れていけるので悪くない。相手ウェックルール。あ、そうだ。OKOK、耐えんの偉い。ここね、耐えんの結構大事なんで。で、ここは相手眠るだと思うので、まあ、一旦サーフ号投げるんでいいかな。うん、まあ、胴出しだけめんどくさいけど、あ、そうだよね。眠るある。どうしよっかな。鋼テラスゴールドラッシュでいいかな。ヘイラッシュ浮かんないんだよね、多分。HP ラッシュは浮かんないから、鋼テラスゴールドラッシュで詰めていけるんじゃないでしょうか。相手の銅って貯水なんかな。ちょっと天然っぽさもあるけど、誰に引くなそれ。誰も浮かんなくない。銅、オッケーオッケーオッケー。無理無理無理。無理です無理です。銅数値は低いんでね、結構。さあ、鋼テラス。オッケー、銅最初にしちゃえばね、割と、オーデューラで毒菱巻いて、プラスサーフ号のね、ゴールドラッシュで圧力かけて、打てると思うんだよな。多分7割ぐらい HE 特化でそんぐらいだと思う。ほっ、強ー、強すげー。お盆ね、はい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 。これお盆も貫通できますね。テラス切っといてよかったわ。ここはゴルラぶっぱしていきましょう。 OKOKOK、 どう突破。これで毒菱の一環がかなりできる。強いね。いいね。よし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 。もう一回リンルかまして、まあステロマイテでもいいかな。毒菱巻かなくてもいいかもな。チョンジェン、まあマチオンから来る。どうしよっかな、ここ。まあリンル出しでいいか、さすがに。リンル投げて、でまあステロカタストとかで適当に負荷かけていくなら感じでいいんじゃないかな、流れでね。ヤドリギー、まあそうよね。ここはヤドリギー打てんのちょっとわかる。一旦ステロでいいや。身代わり、それは吹きと身代わり挑発考える。まあまあ、でもどっちしろオーニュラル割れるからいい。あ、なんならカタストロフィーで別に割ることはできるしな。でここ吹き飛ばしで白波、へえ。あ、これシーズジョンジェンかもな、もしかしたら。動いてほしい、ここナイス。動くのナイス。あ、基本勝ってそうだけどな、どうだろう。ヘイラ社の地割れ無限に当てられない限りは大丈夫です。ステロは入るが、まあ、ちょっとね、宿り着で回復はされてしまうので。ここは何打つのがいいかな、微妙なんだよな。まあ、オーニューラ投げますか。オーニューラ投げて、うん。勝ってそうだけどな。相手は寝言？あ、寝言ないタイプ。まあ一旦毒菱でいいかな。あ、引っ込めるんだ。へえ。まあいいよ全然。チョンジは一旦サーフ号で流せるし、あんならディンレの吹き飛ばしで流してもいいしな。
てかここ相手普通にフェイタルクローきつくないですか。ドクテラスなんかな。あ、ドクテラスはあるかもな。まあでもドクテラスの場合ここで切らすことができるから、まあ結局問題ないかな。うん、まあフェイタルクローで。あ、オッケー、テラス切ってくる。ドクテラスなのかな。あ、水テラス。まあまあこれは受けテラスですね、単純に。あ、それならヒーラー射出してもいい気がする。引きたくないのか。あ、まああとはサーフ号の、サーフ号の、なんだっけ。単純にサーフ号のゴルラをね、半減抜けるためかな。ちょっと笑っちゃった。あ、確かにあの、ラッシャサーフ号対面作られるとね、相手は、ジョンジン引きも効かないし、ラッシャも倒されちゃうから、天然がね、悪影響出しちゃうんで逆に。まあ、ここはでもサーフ号今回10万ボルト採用なんで勝ちですね。まあ、確かにサーフ号ね、10万ボルト採用してないの一定数いるから、まあ、10万で。さようなら。オッケー、ほらー。強すぎー、サーフゴツえー。やっぱ臨海サーフなんだよな。今回帰る選出してないけど。オッケー、はい、対戦ありがとうございました。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーがカイリュウ、ヒードラン、ガチグマ、ウーラオス、ミミッキュウ、イダイトウト。さあどうしますかね。オニューラショットいくか。オーニューラライト、ミミライトどうするかな。まあ、ミミックのターン、枯らせるやつがいいな。サフゴ海流かな。ちょっと相手の海流とか処理めんどくさいけど。これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、ヒードラン。迷うね、これもね。体ヒードラン、いますか。一応いると思うんだよね。猫から入りますか。おう、体だとこれ嫌なんだけどね。ゴツメとかね。結構ゴツメヒードラン今ちょっと若干流行ってるらしいから。減らす切らない。急所。あー、ゴツメか。ちょ、炎の体やめてね。オッケーオッケー、まあまあ。じゃあここはインファイトで殴りましょう。まあ、テラス切ってくれたらそれはそれでいいかな。あ、切ってくる。エアリーでしょ多分。はいはい。まあ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 。鬼火まで考慮するかどうかだな。インファイト強っ。いやー、まだ S スルそんな余裕ないから。あ、そうだよね、体だよね。オッケーオッケー、まあまあまあ先発の仕事としては悪くないんじゃないかな。鬼裏テラス切らせて削ったんで最低限最低限。じゃあここはまあサーフ号を出していきますか。まあ、ある程度ゴルラの一環があるしこれでいいんじゃないでしょうか。うん、ゴールドラッシュで。オッケー、とりあえずドラン突破。悪くないっすね。裏誰かだなぁ。裏いたらちょっとやばい。水浦、この感じなんかいなそうなんだな。裏も先発要因っぽいんだよね、パーティー的に。ミミーダイト、ミミガチグマのルートが見えるから。オッケー、ミミーダイトかミミガチグマです。トリルから多分、どっちかを展開してくる感じになると思う。で、ここ、どっちだろうな。ラス位置どっちかで結構変わるんだよな。トリックルームはまあわかる。一旦海流投げますか。ここ多分、まあ、影打ちだと思うんで。あぶねー。まあ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 、じゃれ当たっててもって感じはあるし。でここ呪いだと思うんで、サーフ号もう一回引きます。陰出。陰出ムーブね。サーフ号投げて。ほほほほほほほ。でここトリック打ちます。投げ打ち結構入るな。ただここトリックでどうしよっかな。ラス位置誰からな。まあイダイトかガチグマだと思ってるんだけど、まあシャドウボで落としに行っちゃおうかな。トリルあと行ったんだもんね。シャドウボでいいかな、うん、引っ込めるガチグマかな。あ、イダイト、あ、さよなら。オッケーオッケー、さよなら。はーい、これはサーフ号のトリックが偉いですね。いや、サーフ号強えな。まあ勝ちですね。
こだわってるトリルミミッキーがやれることは一つもないので、シャドーボールで勝ちと。はい、対戦ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしく。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、イーユイ、ガチグマ、カイリュウ、ドヒドイで、包み、コロネザルト。さあ、どうしますかね。いやー、毒菱欲しいけど、人手がなー。ガブカイリュウ、ハーフ号かなー。ハーフ号投げましょうか。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、コノヨザル。まあまあまあ、悪いタイミングじゃないです。まあ、フェアリーじゃねえや。ドラゴンの一貫あるんで、激凛打ちましょう。ふい。強。お盆。次で倒せそうだな。よし。ガブ強えな。いならし。いいわ、もう。でもこれステロ任せないかガブが残るかどっちかはか、まあまあ、フンド打たれても残るんだけど。あ、オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ。ちょ、カイリュウね、ステロ痛いんですけど、悪い展開じゃないですね。初手の展開は。とりあえずこの世突破。まあ、お互いまあまあまあって感じだ。混乱はするが、裏から出てくるの鉄の包み。え、これエラスキっていいっすか。フリドラかドロポンだと思うんだよね。激凛打っちゃおう。さあ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 。あ、まああとフェアリーテラス鉄の包みだけちょっとやばいけど。まあその場合、カイリュウの神速で処理できるからいいかな。素直にフリーズドライン。オッケーオッケー。弾か。ああ、それで地鳴らしね。ちょっと、あれは。動いてほしいところを。うわー、マジか、痛い。痛いねー、それ。これマジで痛い。激凛で。いやー、マジか。痛いなー。ああ。まあ、運は回収した。いや、ちょ、ここ動いてね。頼むよ。おし、ナイス。スイッチ。強すぎー。オッケー、これで玉ダメ圏内。まあ、少なくとも海流で倒せるから、どっちにしろ。ドルコン。玉ダメで相打ち持っていけるかな。ラス1誰かだなぁ。いや、イーユイだとまだ全然負けあるんだよなぁ。あ、サーフ号からでいいかな。あ、オッケー、ガチグマな気はしてた。よし。これ勝ちましたね。ポリックで勝ちですね。ガチグマ呼びで、ここ、サーフ号から入ってるんで、ここはトリック。これ相手にやけどさせないし、で、さらにね、一貫させることによって、地面技打った時点でもうこっち勝ち。さあ、OK、OK。勝ちですね。チェイ。素晴らしい。ここはゴールドラッシュで。海流サーフが強えな。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、このメガネサーフ号の強さ見せることができたんじゃないかなと思います。まあ、しっかりね、このやっぱメガネの圧倒的パワーとサーフ号特有のね、変化技無効による絡め手に強いところ。まあ、あとはね、そのしっかりトリックによる詰め筋も見せられたんじゃないかなと。まあ、特にその、カイリュウと組み合わせることによって、その地面とノーマルの一貫を切れるんで、例えば相手がガチグマで、地面技打ってきたとして、サーフ号にね。で、トリックしちゃって、地面技で固定すれば、カイルに打点がなくなる。みたいな感じでね、しっかりこの爪筋を作っていけるっていうのもね、このポケモンの大きな魅力かなと思います。いや、本当にね、強かったので、ぜひ使ってみていただけたらなということでね、本日のレンタルパーティーがこちらになります。まあ、なんか、あのね、裏でいろいろ試してる中の何試合か抜粋したものなんで、パーティー全部一緒ではなかったんですけど、あのね、どれもメガネサーフ号を採用していた試合ということで、いや、今かなりね、メガネサーフ号、まあ、てかサーフ号が増えてるね。やっぱオーニューラーをそのとりあえず楽に対策できるっていうところが強いのと、まあ、やっぱねその他にも無難にやっぱ今かなり採用しておきたいポケモン、採用して損の少ないポケモンなので、でその中で使いやすい、まあ、メガネか今若干あと電磁波5つ目とか、まあ、オミツマントとか、まあ、その辺の電磁波タタリメサーフ号みたいなのも結構増えてるかなと思います。いや、まあ本当にね、強かったので、ぜひぜひ使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いいたします。ね、いつも高評価、コメントいただけて大変ありがたいのでね、ぜひ今日もしていただけたらなと思います。またね、概要欄に Twitter のリンクがございますので、ぜひそちらの方からフォローもしていただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。